ます、長岡です。今回はですね、またまた面白いルールやっていきたいと思います。こちらヘッドショットオンリーというねルールになっております。こちらはね、ルールの中でまあダメージを与えられるのがフラグとか爆発系のもの、もしくはヘッドショットのみとなっている、なかなか面白いルールで、まあストームとかのダメージはもちろん受けるんですけれども、ヘッドショットしてもし倒した敵が、まあ今デュオのね、このヘッドショットオンリーデュオなんですけど、なんとねデュオの相方はダウン状態にならないってところがね、また今回面白くて、もう即死ですよ、いわば。なのでヘッドショットを決めたらもう相手のダウンしてるやつがどうのこうの、蘇生どうのこうのっていうところはリブート版以外ではね蘇生ができないという、結構ねシンプルでなおかつストレートな感じになっているんですよ。いや、この人気の街ソルティでね、私ちょっとねやっていきたいと思うんですけれども、さてと、ここで敵さん多分ねそこら辺にいるとは思うんだけど、おー、戦ってますね。じゃあちょっと行きますか。よし、おお、戦っとる。ふい、さあ、あ、気持ちよさそうですね。はいはいはい、オッケー。もう一人が、おお、上取っちゃうぜ。よし、上取ったら安心ですね。なんかあの人、あれ、この人だっけ。よし、一人、あ、なんか来た。おー、いて、おらー、危ねえなー。ちょっとあの二人やりたい。オッケー、いいですね。あー、やばい。おーっしゃー、全員やったぜ、開幕5人抜き。まあとりあえずね、この危ないソルティの街、5人ってことはあと1人どっかいるでしょ。なんかどっかいそうなんだけどね。ちょっととりあえず回復しますか。回復させていただきましょうかのーって感じで、ちょっと回復持ちつつ武器調整しつつ、いいですね。まあとりあえずね整えて、いやダンス、待って、ブギーボム結構ね強いかもしんない。ヘッドショット入るまで踊り続けるんで、なかなか、おー、いた、おー、怖い。オッケーオッケー、あー、もうあれでしょ、ゴリ押しいけるでしょ。こんにちは。オッケー、開幕6人抜き、3チーム抜きましたよ。いいですね、非常にいい魚振り方でした、本当に。いや、あんだけ来ると思わなかったけど、やっぱこの即死っていうのがこのね、ヘッドショットオンリーいいですね。まあソロにとっては、デュオとか普通に友達とやる人たちにとってはね、あ、またいるじゃないですか。ちょっとなんだ、ちょっとなんか同じようなスキンいなかったか。さっき倒した気がするんだけど、まあいいか。あー、なるほど、おー、なるほどね、なるほど。まああなたみたいに、そうなんですよ、リボル、あれ、なんですか、使ってない、なんですか、使わなかったんですかね。まああなたみたいにね、ヘッドショットをリボルバーで狙う硬派な人も私は嫌いじゃないです。だけど私は安定のスカーちゃんでいきますよ。オッケー、8人、開幕の街全員抜いたんじゃないのこれ、違うかな、もうちょっと降りてたかな、わかんないけど結構抜いたよ。よし、いいじゃないですか。もう序盤から調子が良いですよ。これだってチャグチャグ確か落ちてたから、そう、これ当たんねえか。んー、これ砂難しいね。これ砂同打ちでね157出るのに必勝じゃないとっていうのが難しいな。普通に、よし、いいね、行夫ありがとうございます。美味しいでございます。いやでもちょっとなんかここから仕掛けてく、あー、2対1だったか、あれあんまり仕掛けない方がいいかなーって感じなんですけど、皆さん、そうですよ、
なんとなんとね、新武器が今回出てくるという風な話もね、ここでちょろちょろとさせていただこうかなと思います。今回ね、ドラムショットガンがね、出てくるっていうのがね、ニュースパンって出てたじゃないですか。いやー、いいですよね。ドラムショットガン出ますよっていう話をね、前々何回かしたと思うんですけど、そうなんですよ。それがね、もうニュースに出てくるんで、もうそろそろじゃないですかね。僕の読みでは、まあ今日来るかなって思ったんですよ。今日まあ5時ぐらいになって公式さんがこうね、発表するかなって思ったんだけど、案外ね、発表されなかったので、あ、じゃあまたちょっとなのかなみたいな。でもすごくないですか、リボルバーに続いてショットガンっていうこのね、短いスパン、コンテンツアップデートから全然経ってない状況での、まあこう新武器っていうので、もう最近武器が戻ってるから、なんかフォートナイトがね、なんか逆に新鮮、逆にね。そう、今までまあ新武器のね、こう来るスパンってなかなか頻度高かったんだけど、なんかもう最近だとお祭り感覚がちょっと戻ってきて、あー痛い、逃げよう、これはこれは逃げますが、てかショットガンこれ出てるんだね。 OK、 ショットガンがまさか出てると思わなかったな、あれは。お、ちょっといただきますよ。おい、イエスイエスでもう一人いそうなんだよな。んだ、おお、なるほど、ゴリ押し、オッケー、危ない。まあこういう人に関してはね、P90 でもう真っ向から打ち合う方がいいですよね。まあそんな感じで、いろんな武器が返ってきてて、ほんと P90 もそうですけど、いやー面白いですね。このお祭り感覚っていうのがね、ちょっと最近フォートナイトがちょっとね、なんでしょう、スポーツゲーム志向になってたんで、ちょっとね、お祭り感がこう戻ってきてるのかなーなんてね、思ったりね、するんですよ。このヘッドショットオンリールールしかりね、言って、もう話させてくださいよ、お願いしますよ。まあいいですけれども、ちょっと怖いですね、上はね。ちょっと上に警戒しながらですね。で、今回ドラムショットガンが出てくるんですけど、ドラムショットガンのデータっていうのがね、まだね、ポンと出てきてないので、どういう風なショットガンになるかっていうと、まだわかんないんですよね。でも最近、セミオートのね、セミオートというか、タクティカルショットガンですね。タクティカルショットガンの火力が上がったじゃないですか、ヘッドショットのダメージが。なので結構強いじゃないですか。それでこれが出てきたら、まあおそらく今までタクティカルショットガンがまあ担っていた胴打ち、それがまあ結構打ち、まあ幅ですね、コンバットショットガンって狙いの幅が結構ね狭かったので、それの幅広で、なおかつ腰打ちのダメージが結構ある武器なのかなって思いながらね、近距離最強になっていただきたいんですけれども、個人的にね、僕はね、戻ってきてほしい武器がショットガンの中で一つありまして、まあこの前ヘビーショットガンが帰ってきましたけど、じゃなくてダブルバレルが帰ってきてほしい。あのにえってなるあのショットガンがね本当に使いたいので、ちょっとねそこら辺をね今回まあ楽しみに待って、まあ新武器も待ってって感じでね、いいですね。いろんな武器あったんだなーって、こう思うとね、フォートナイトもいろんな武器があるんだなーってこと思うんですけどね。いやーでも全然ね、それが帰ってきても違和感がないっていうのがすごいですよね、バランス的に。まあブーム棒とか、あの誘導ミサイルとか、ああいうのはちょっとまあぶっ壊れすぎじゃねえかって言われてたから、まあまあそうなんですけど、でもまあ言うてね、他の例えば P90 なりね、ヘビショなりはね、ただ被ってるから消されたっていう武器なので、正直ね、まあ武器の中でどうこうっていうのはないんですよね。いやーでも本当にね楽しみですよ、いろんなね、いろんなことが。あー、またまたこれですよ、もう上が忙しいなー、これ。ちょっときつ、これ資材はあるけど厳しいですね、本当に。最近そういえば僕ね、あれなんですよ、親知らずが痛いんですよ。皆さん親知らず生えてきましたかね。生えてきた方はね、ぜひともね、なんでしょうね、気をつけといた方がいいですよ。僕親知らず、レントゲン撮ってもらったらめっちゃ太い血管の近くに生えてるから、もしこう普通だったらね、歯医者さんでポンって抜ける人は抜いちゃうんですよ。
だけど、僕みたいになんか血管、めちゃくちゃ太い血管が近くにあると、大学病院で手術してもらえますみたいなそんなことになってて、もう大変ですよ本当に親知らずね。20歳から30歳までの間ですかね、そこら辺でね生えてくる、なんでしょうね、歯なんですけど、永久歯なんですけど、皆さんそこら辺もね気をつけてって感じで、今回は終わりたいかなと思います。それでは次回もかかってこい。包帯星見の助やな。そう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 、なんなんそれ。多分いける、多分激ロジオ。 OK ナイス、よっしゃおっしゃ、取ったぞ。序盤の武器は何が必要かっていうとね、フォートナイトの場合はショットガンを見つけてください。オッケー、来たー、よっしゃー